座。そういえばおめえ、あの金ピカのやつには何年か。そういうあなたこそ、あのややこしい名前のサイヤ人にな。ほらもう、なりてんだけキングチューンになれれば。今のおらにゃ、これがせっかくビルス様んとこで修行したんに、うまくいかねえもんだな。そういえば、この前地球に行った時も、あなた、破壊神とどういう関係。目にビルス様に地球を破壊されそうになったことがあってよ、その時に戦ったんだ。破壊神に喧嘩を売るとは、勝負になるわけがないで。お、本気出してもらえなかったんで、その時から時々修行。それにしてもビルスに喧嘩を売るとは最悪。ウィスさんの修行でもっと強くなったら、またビルス様と次こそは本気出してもらいてえしな。はあ、わっ、これ以上あなたと話しても疲れるだけです。そこまで。そうだな。
この木はベジータ。本当、ソン君。みんな、おい、ベジータ。うるさい、聞こえている。うわ、なんでだよ。問題はそこじゃない。どうやら私たちがいること。まったく、それはこちらのセリフですよ。はあ、やっぱりこうなった。ベジータとフリッツ、
倒して二人を助けっぞ。仕方ないですね。時間の無駄ですし、すぐ終わらせますよ。
なかなか賢い子供のようですね。誰が一番強いか分かっているようです。ちょっといろいろ訳があるんだ。それより二人に伝えておくことがある。実は今
ものすごく強い人造人間21号ってやつを追っているんだ。だからお前たちはデンデのところに避難して。人造人間21号。やだやだ、避難なんてやだ。俺たちも戦いたい。大人ばっかりずるいよ。ずるいって気持ちはわかるけどよ、おめえたちを戦わせるわけには。なんでブーさんの時は良くて今はダメなんだよ。それを言われちまうとオラも強く言えねえんだけど。トランクス君、僕たちも戦えること見せようよ。よし、行くぞ。コテンジャンプ。気にさせればいいじゃないですか。戦おうが戦うまいが弱。あ、足を引っ張ることなんてないよ。俺ってばめちゃくちゃ強いんだから。ならば好きになさい。ただし私の足を引っ張るようなら容赦なく消しますがね。Let's go!
隊長の感全然最高面白いそ正義のスーパーヒーローコーチャーどうだかっこいいだろダメだな芸術性に欠けるそれも100点満点でな何をどう考えいや隊長の言うとおりだありきたりなポーズで意外性が足りんあと動きがキレッと隊長の考えてくれてこうするわだからどっお前たちあHey!
隙を見せてやろう。やるぞ。甘かったか。今度はこっちからやらせてもらうよ。ファイナル。そこだ。まだまだ。ワンダフォー。そこでこう。この星もろとも貴様らを殺す。ソン、あれはフリーイーツ。そうだったな。とにかくベジータとはち。そうだよな。